今日は東武公園のドッグランからスタートです。さあちょっと遊ばせてから行きたいと思いますけども、何これ台風来る前に行こう思ったらピーカン、暑いわ。よいしょ。はい、到着。さ、今日はここに設営です。さあやっていこうか。暑かったな。さっきまで雲なかったからめっちゃ暑かったんですけどね、だいぶマシになったかな。はい、それではやっていきたいと思います。の米忘れて銀マット忘れた。ああ今日も忘れ物や。あとは全部積んできたつもりではおんねんけどな。 DOD の、ビッグワンポールを、ボールがワンピース足らないので諦めました。とりあえず完成。次やろう。ないだからワンポール、そのままワンポールで立てました。足らん。もう一組いるわ。そうか、12本ってそういうことなのね。いやーくそー、二股にしたかったな。まあいいや、とりあえず今日はこれで。はい、立ちました。こんな感じ。さあまだ何もして、むっちゃ時間かかった。普通のテントより全然時間かかるよ、ワンポールの方が。では片、そこちょっとポールいっぱい出てるから片付けて、内装していきたいと思います。
ポツ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 とうとう雨が降ってまいりました。それもそれで楽しいと。わ、ワンコは中に入ってしまってるな。一応柵はできましたけどね。真っ暗の暗なあ。うわー、すげえ、なんじゃこりゃ。ちょっと、強烈やったな。浸水やで、こんな水たまりになってる。ひどい、ひどい。とりあえずこんな感じで避難はしたけど、ワンズがずっと車の中やから、はよ下ろしてやりたいけど、あ、ちょっと収まったかな。いや、もう強烈に降ったね。よし、とりあえずこれで入った。お前たち今日はここよ、雨降ってんだから。はい、どうも。いや、今日雨でどうにもならないっすわ、これ。いや、自由がないね。まず焚き火台忘れた。めっちゃ今日忘れ物多いわ。どうしよう。なんとかするけど、間違って違うもん持ってきたな。不合やん、ただの。はい、こんばんは。落ち着いたよね。分からんけど、すんごい雨やったね。やっとさっきまだパラパラしてたけど、ね、やりたいことが半分もできへん。くっそー、今日はちょっと消化不良気味や。さあ、どうしよっか。とりあえず薪、薪をくべて、火起こししていきたいと思います。火起こしも今日はもう簡単にしよう。何もかも全部したろうかなと思って持ってきたんですけどね。もう木くず使う。雨になったらどうしようもないな。
ドリルで穴開けたカス。どうしてもククサ作るといっぱいあのゴミが出るから、その時に出たやつを採取して持ってきました。よいしょ。で白樺、本当はなフェザースティック作ってやりたかったんけども、あとは白樺につければもう勝手につくでしょう。メタルマッチもなし、ライターやで。はい、どうぞ。お、一瞬でつくよこんな。はい、オッケー。はい、チャイを作ろうかなと思います。今日は誰もおらへんし、ゆっくり、さあゆっくりやっていこう。そんな慌ててもしょうがない、しょうがない。明るいうちに何もできへんかったもん。とりあえずチャイの段取りをしましょう。よいしょ。そしたらクローブもうちょっとこんなもんかな。クローブ入れました。カルダモン、よいしょ。カルダモン、シナモンスティック、あ、こんだけあれば十分や。シナモンスティック、あと茶葉と水を 100cc ぐらい。茶葉こんなもんかな、こんなもんやかな。焚き火台がない。それを使いに来たのにな、これエスビットちゃうわ、EPI か、 EPI の風防を下に引いて、でその下は、カーボンフェルトで、その上にキャンピングムーンのごとくにしましたけど、なかなか持ってくるもん間違えるってすごいよね。でもこれでも焚き火台なんねや、一応。おお、拭いた。よし、拭きました。よいしょ。おお、見えないか。お、ええ色出てる。見えへんな、逆光でな。チャイいただきたいと思いますって、何にも見えへんな、これどうやったら見えんやろ。やっぱ LED つけた方がいい、つけたくないねんな、その外では。とりあえずいただきます。いやー最高、美味しい、甘い牛乳のホットチャイ、最高ですね。おいしい。おいしい。落ち着いたらご飯の用意していきたいと思います。ご飯も忘れたからな。そこの直売所で5キロ2200円で農家の米を買ってきましたわ。農家の米5キロ。5キロ。どうすんねんこんな。この間も買ったな。米忘れたって、どっちにしろ家に米なかったからちょうどええわ。割高やけどな、めっちゃ。いつも水鏡やったっけ、どこや、滋賀の米1680円やもんな。よいしょ、どんなもんかな。見えへん、私が見えへん。もうちょっと食べる。よいしょ。これぐらいか。よし、それでいいや。
分こんな感じ、見えへんけどな、うん、多分こんなもんでいけると思う。ちょっと足らんかな、ちょっと水少ないかも。固めに炊いた方がうまいし。さあ、そしたらこれでご飯になってこい。よいしょ、はいよ、こんでいいや。巻き割り台を上に乗せたけど、石がその辺に落ちてないのね。よし、それではね、金目鯛。いいの売ってたんだ、美味しそうなのが。ちょっと高いけどな、金目はな。よいしょ、ほら、寝る、ほら、金目鯛。よいしょ、これ焼いて食べようかなと思います。お塩よっ、沖でやりたいんだけど焦げちゃうよ、こんな人。ほい、焼けました。綺麗に焼けました、焦げずに、はい。さあ、そしたらこれとご飯と、ご飯も綺麗に炊けました。ご飯と漬物とちゃんじゃと、何やったっけ、タコワサ。その辺ひっくるめて食べたいと思います。さあ、どんな感じ、金目鯛。いただきます。うわ、めっちゃうまい。うわ、金目鯛めっちゃうまい、最高。ええ感じや。よし、ご飯いただきます。うん、ぴったりぐらい。お味噌汁ももうちょっとしてできるし。いや、金目鯛うまいな。やっぱり社会だけのことはあらんな。うん、うまい。ほんま美味しいな。ぷりぷりや。脂乗ってるし。実はもう一匹おんね。多分2枚食べたいやろうなと思って 2つ組やったのね。ほらもう1枚買ってんのね。今のうちに焼いとこう。はい、幕内にこもりました。今日はダメだ、何にもできへん。しょうがないよね。ああ、もうちょっと休憩や。ちょっと休憩や。な。よいしょ。暴れるスペースもそんなにないよね、これ。よいしょ。ここ、こういう。はい。よし、よし。さあ、そしたらそろそろ寝ましょうかね。今日はこのまま。よいしょ。ほい。それでは皆様お疲れ様でした。おやすみなさい。
ます。そしたら朝朝食だけ食べて帰ります。なんですけどももういっぱい用意はしてきてねえけどもうめんどくさい。もうやる気がないというか今日はダメだ。のでもうバックアップでやります。いつも使わないでしょこれ。いつも持ってきてるんですけどね。大丈夫それ。ぼーっと。早いわ。沸きましたわ。早いなこれ。さすがやね。お湯沸かすとか最高やね。よし。パンも持ってきてんのにな。挟んで食べたいよな。薪でやろうと思ったのさ。これじゃできないでしょ。雨も降ってるし。はい、それでは撤収していきまーす。もうこれ使われへんかな。まだいけそうな気するけどな。ボロボロなったな結局。しょうがないよね。使い用途が違うんだから。アホっぽ。よいしょか。しょうがないな。これどうしようか。くっついてもうたな。おおすごいすごいすごい。よいしょ。おおえらいことなっとるわ。しゃあない焚き火台忘れたんやから。おお。なんじゃこりゃ。取れへんでこんな。取れんこともない。このテーブルがもうあかんかも。ユニフレームの焚き火テーブル。うわすげえ。なんじゃこりゃ。真っ暗や。うおお。あこれ取れるじゃん。これはこれでまた思い出。はい、綺麗に片付けました。さあ、帰ります。10時頃かな？なあ、早かったね、今日は。もう12時から雨って言ってるから。絶対にリベンジする。このワンポールだけは。もう一回張る。今度は装備ちゃんとしてから張る。では、お疲れ様でした。